いけるぞ、本当に。絶対倒れるけど。まあいいや、今のところ。え、すごいすごい。いいんだよね、シートベルトして。そうよ。で。ね、そんなことある。ね、行きよ、強すぎ。なにこれ。ね、やめてよ、ドッキリ。初めて見たんだけど。どこ？おじいちゃんおばあちゃんしか見ないよ、そんな。うわー、最高だね。いや、晴れてよかったよ、今日。ね。うん。トモスちゃん、いつも仕事でこの車を使ってるんですって。出た、急に始まるよ。すごくない？行きます、すごい、行きますよ、お願いします。エアコン勝手に調節してね。わかりました。喉乾いた、乾いた乾いた。どっかやる途中ドライブするとか行ったことある？ある。行く行く行く。あ、そっか、運転手だから行くか。ドライブスルーで頼んだことない。マジ？ドライブスルー行ったことない。ドライブスルーなのにわざわざ車止めて降りて中で注文してくる。あ、そうなんだ。すごいんだけど。スタバまで20分。もらったチケットがさ、超あり余ってる気がする。スタバの？そう、だからそれも使おう。使って。使っていいの？でも期限がね、本当にないの。新鮮な感じ。友達と車が初？初かも。友達の車乗ったことないかも。てか持ってる人がいない。うーん、車持ってる友達いない。大人だから。そうだね。あ、そうだね。下道で海行ったさ、3時間とか。あれレンタカーだっけ？そうそう、そうなんだ。そう、かっこいい。だがさ、かっこいいの？かっこいい。めちゃめちゃ待って、見て、500円の6枚あるしさ。誰にもらったの？職場の人。なんかこの高いのもあるから。新作出るじゃん、フラペチーノ。あ、そうそう、あれ系も。確かにもう大人だとさ、ギフトだよね、うん、さ、ギフトチケット、うん、だから溜まってっちゃうんだ。溜まってる。大人あるある。絶対違うでしょ。じゃあ超くれるからさ。タバサと何話そうかって。なんで？いや、なんかトークで使える話をちょっとしようかな。ウケんだけど。あ、ね、選挙行った？行ってない。あ、行ってないんだ。いや、もうあれ終わったよ。そう、終わった。7月7日なんだけど。選挙行った。行った。真面目じゃん。いや、私は昔から18歳になった瞬間からもママに行きなさいって言われてたの。そう、強制的に言ってたんだ。そう、言ってた、毎回。最初は全然わかんないから。ママと一緒のでしょ。これをマジ言いたかったんだけど、若い子は行かないじゃん。っていうか、誰を指示していいかもわからないし、どうやったらいいかもわかんないみたいな、なんなら日にちもわかんないみたいな感じじゃん。だから、でもなんかね、1票って424万円の価値があるんだよ。すごいじゃん、1票に。その計算、なんかこれ UP マン知ってる？あ、わかるよ。 YouTuber の UP マンが言ってたんだけど、1年間106兆円の国家予算があって、うん、それかける4年だって言って、うん、4年、うん、で割る国民1億、うん、割る1億したら424万円なんだって、1人に。うん、で、なんか若い子が行かなきゃいけない理由は、今は投票率が高齢者ばっかり、うん、だから政治の人もみんな高齢者が有利になるような情報を言って自分の票をかけようとするから。だから若い子が投票に行くと焦るんだって、政治家たちが。で、あ、やばい、そろそろ若い子たちの政策も考えていかなきゃ俺らと潰れちゃうって、若い子向けに作ってくれるようになるんだって。だから白紙でもいいらしいの。あ、そういうこと？そう、若い子が投票に行ったっていう残るの、ね、証拠ね。そうそう、書類が残るから興味を持ってくれてるんだなって。え、あれなんで年齢層わかるんだ？なんか書くっけ？あ、なんかね、手紙が来るのよ。あ、投票券の、はいはい、それを持って。そう、それを出して、はい、じゃあどうぞ書いてくださいって感じ。焦らせようっていう感じで。なんか今回盛り上がってたの知ってる？うん、なんかニュースで。そうそうそう、すごい盛り上がったんだよね。さあ、若い子に超支持受けてたさ、2位の人いたじゃん。なんかツイッターでちょっと叩かれてた。いろいろあるねって。まあ、焦らせて。焦らせて。なんか420万って聞くとさ、ま
まあ行くかみたいになる、なんない？てかその話聞いて行った方がいいじゃんって今思った。すごい私がその話出んの？いや意外と母真面目だから声明も返したやつ。そうそうそう、選挙の話みたいな感じしようと思って確かに。の家近い。ああ、ここか。あ、本当だ。タコさん公園。タコの公園だ。そうだね。一回行ったことあるよね。うわ、懐かしいな。名前出していいかな。いいんじゃない？名前ぐらい。いっぱいね、動物飼ってんだよね、猫とか。行ったことある。行ったことあるの？あるある。家の中に？あるある。みんなで。この間なんか行った時に、最後なんか。言われて、背骨曲がってるやつやばくないですかみたいななって、前屈してみてとか言われて、さ、なんか右の肩がすごい盛り上がってて、とか言って、スマホ右でやってるって言って、はい、だいたい右だろ。そうね、利き手じゃん。うん、でもそれのせいで肩右側だけ筋肉ついちゃってもっこりしてるって言われて、前屈した時にね、なんかこうやって、大げさにやると。右だけ上がってるみたいな言われたのね。だからスマホの交互に触ってみたいな、すごい言われて、内巻きやし、ストレートネックやし、反り腰だからもうさ最悪じゃんって。分かる。私もだってもうそんな言ったらもう全てずっとこうだよね。全てよ。抱っこもさ、確かにこうあるのね。だからもうどんどん内巻きになって反れないんだよね、抱っこで。どうやって抱っこすんねん、あなたがみたいな。ピアティスをさ、月8回なんだけどさ、月8回さ、まあ、そんなすぐここでもいいなってなんないじゃん。YouTube でさ、ストレートネックとかさ、巻き型のなんかストレッチみたいなのやるんだけど、めっちゃ気持ちいいよ。いや、もうほんと軽くなんかかかるし、やろう、私。やってみなく探して、すごいもうゴリ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 みたいな感じになるよ。対して、あれやってるよ。ラジオ体操。そう、2ちゃんついてるから。ああね、朝早くね、それ5時25分から、あれ6時25分やってんの。そう、でも6時ぐらいだった気がする。そうだね、ラジオ体操みたいな。そう、めちゃくちゃ気持ちいいし、ボリボキみたいな、なんて言ってますに。ラジオ体操でさ、もうそうなったら終わりじゃない。今までさ、何この動き、何の効果があんのとか。もうストレッチ、体操のさ、前ストレッチってなんかやってたじゃん。新脚とかの方が効くじゃんって思ってたのに、今さ、ラジオ体操でさ、痛い気持ちいいみたいな。ね、なるよね。意味が分かんなかったんだよね、小学校の時の。分かる分かる。準備運動とかも。今やっと分かってる、重要さが。やっぱ老けてんだもん。老けたというか、まあ大人になったよ。大人になった。あ、これ？え、すごい、ドライブスルーって書いてある、スタバ。え、マジで初なの？うん、本当に。え、何飲むかさっき決めてから行く？すぐ聞かれるよ。何にしますかって。いつから撮れてないか分かんないけど。まあ、今、ほぼ使えないので、こう、だからいいんじゃない。そうか、そうか。じゃーん。すごくない？なんか普通にさ、喋ってる。おいしい。こんな美味しいんだっけ、桃って。え、大好きかも。桃狩り行ったんだよ、そういえば。7個食べた。すごい。5彼氏？友達と。お腹もこんな。え、妊娠してんの？してませんよ。あ、違うよ。妊娠してる友達って言ったのか。違う。それと桃食べすぎて水分で、もうお腹パパ。7個ってすごいね。メモとか見ないしさ、喋る内容も
さ、MBTI 何？あ、待って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 人があって、え、長いんだよ。え、それさ、質問超長いよね。長い。みんなそれ調べてないんだ。そんなそれすごいな。でも今なんか流行ってない。流行りすぎて怖い。あ、一回やってみてよ。あとでさ、カフェ行ったら結構長いよ。10分くらいかかる。ちょって言ったらさ、まあ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 。多分、巨匠とかだと思う。冒険家？予想してちゃう。なんだっけな、なんかすっごい、興味ない人。質問も長すぎて適当にやっちゃうの、この間。うん。もしかして、はい。あ、大丈夫。あ、なんかもう倒れちゃうかな。どうしよう。巨匠だと思います。はい。みんなに興味ない。なんかね、あ、でもそんなことないか。まあ予想ね、うん、で私のね MBTI が仲介者って言って、控えめでおとなしそうに見えるんだけど、内なる熱い心を持ってるみたいな感じで、いやまさにその通りやんか。でもなんか私タバサといる時は元気になってる気がする。自分が考えてる、なんか変わってる気が、まあ、考えてるっていうか、なんかね変わってる気がする。そう、でも会う人によってさ、なんか変わるな。あ、分かるよ。いいよ、全然気にしないで。GoPro ってめっちゃ強いの。水の中入れても大丈夫だし、平気なやつも大丈夫。海の中撮れちゃう。そこまで行きました。あ、ちょっと。じゃあ一旦行きは、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、頑張ります。はい、絶対髪の毛洗わないとじゃん。そうだよ。洗わないと。私髪の毛洗わないからさ、2回に1回に。ユースをしてる。全然もっと。マジで。3日。3日行ける？週に2回とか。キャンプさ。でも夏は週2、3回になったから。でも、なんか落ちたじゃん。やった。落ちちゃいそう、怖いんだよね。大丈夫か？落ちた瞬間撮ってた。拾いに行ったの撮った。写真だ。やっていいよ。なんて調べるの？ MBTI。 してない人いるんだ。いや、したんだけど、思ったのパッ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 ってやらなきゃいけないでしょ。考えちゃいけないでしょ。意味がわかんないけど、正直意味がわかんないのもいっぱいある。海が目の前のカフェでさ、診断してる人いないか。これ海目の前めっちゃいいわ。あ、そう、カレちゃん好きかもしれない。だから今度週来るかもしれない。前さ、うちらがさ、夜行ってさ、海見えなかったところも良かったよ。春もね。いや、あとめっちゃ良かった。この通りもっとあっちに、マジで地元の人しか来ないようなカフェが本当にこれぐらいの距離なんだ。そこもめっちゃいいよ。外あるし、見えるんだ。見える、すごいね。富士山だよね。いやー、気持ちいいかも。開放的になれてよかった。海の音とかね、音いいよ。やっぱいいね、海って。いただきます。全部さ、混ぜたいよ。汚くない？混ぜたいじゃん。どうやって食べるんだろう。混ぜていいかな。いいよ、いいよ。日本が食べやすい。でもさ、彼氏とかでさ、やってみようってなんない？マジやらんな。話題にも出るの。彼氏もやったことないんだ。うん。え、トルちゃんとやった？うん。トルちゃんが主人公。それはでもさ、どういうのさ、カフェか。性格が分かんない。そうそう、なんかみんなさ、それでさ、話広がるってみたいな。最近さ、水族館に行きたくなってきちゃったんだよ、なぜか。どうしたの？夏だから。あ、でも分かるかも。なんか見たい、海の生物。分かる。でも私も最近海の生き物は編みたくなってきて。編みたいんじゃん。編みたくなってきて。可愛いよね、海の生き物。どこの行ったの？
え、行ってないよ。行ってない。そうだ、行きたいなって思った。舞浜の方のせたかなんだっけ。舞浜手前の駅のさ、あ、葛西臨海、あそこ安いし広いんだよ。国がやってる施設だったら安い。そうなんだ。で、なんか近くに公園があるから、うん、なんかピクニックなんかできる。マジ女の子。マジ時間かかるよね。もう絶対出所しないと思う。確かに。巨匠か授業会社2択ね。エンターテイナーなわけがない。彼女テンション上がったりするの？やんまないな、マジじゃないか。テンション上がらない上がらない上がるっていうか爆笑はするけど、テンション上がってないみたいな。なんか上がっててもなんか出てこない。すごいやばって思ってもわかる。出ない。ね。それこそ彼氏にさ、なんか物あげがいなさすぎって。リアクションがねないから、言われるの。まあ、そうだよね。本当にすごい嬉しいし喜んでたけど、自分的にすごい言うように意識してるのね。分かってるから。でもそう言われるってそういうことだ。どんだけどんな、ね、相当ひどいじゃん。足りないんだ。全然性格の問題なんだ、最初にさピンクのやつ全部食べちゃったからさ、味があんましなくなってきた。マジピンクのやつめっちゃ美味しいよね。漬物でしょ。今まで一番テンション上がったことない人生で。なんだろうね。すぐ出てこないのにさ。ないってことだし。テンション上がったことってなんだろうね。ないことはないけど。たぶんさ、顔が赤くなるよね。なる。熱くなると。今でもある？最近はもない？高校の時はよかった。確かに。そう、すごかった。出ないですね。逆にないの？テンション。私テンション上がってるように見える。高校の時とかも最近はなんか、なくない？爆笑とかするけど、テンション上がってなんだろうって思ってきた。普段あんましないからわかんないかも。テンション上がるって何？やばい、興奮する。自分を制御できないみたいなないんだけど、そんなこと。でもやっぱさっきタバサの車乗った瞬間はテンション上がったけど、あれくらいじゃないやから、分かる、上がったとしてもね、やっぱ嬉しいみたいな。お酒飲んでとかしたら多分もっとうるさくてリアクションしてたのに、なんせ飲まなくなってきたから。私飲まないから。え、ただお酒飲む？飲まない。炭酸が飲めないからさ。え、じゃあどれくらいに1回飲む？マジで、2、3ヶ月は飲んでないすげえ。でも飲んでも月2、3回とかじゃない？飲みに行かないもん。もう今のさ、20代前半とかって飲むんじゃないの？でも周りでもあんま飲んでる人いないけど。やっぱそうだよね。飲む人と集まるもん。なんか会社の飲みがあってとかは聞くけど、どうと飲むとか。会社と飲みって居酒屋さんとかで、ご飯食べながら。そういうのも経験ないからさ、行ってみたいなとか思う。それこそ車より大変じゃない？上司がお酒なくなったら継ぐとか。継いだことある？二十歳になる前は継いじゃダメだとか。あ、そうか。ないけど、二十歳超えたら、見てなきゃいけないの。先輩が。お酒、古かったかな。古いんだよね、会社が。前のね。広さ、電池なくなっちゃう。
たっけ。え、何もう出た結果。出た出た。ねえ、無反応すぎるでしょ。伊達雅ちゃんの MBTI が出ました。私の予想は巨匠か仲介者、はい、まあでも90ぐらい仲介者かな。お高いねって思いますけど、はい、えって言う気がする。違うじゃん。え、見える。だってエンターテイナーじゃないでしょ。えって言う。えって言う。評論者とかでもない。あ、主人公。あ、多いな。あ、本当だ。黄色、うん、黄色。じゃあ、起業家、エンターテイナー。え？何でしょ、言ったじゃん。え？エンターテイナー。本当だ。これは何なの。無計画に行動するのを好みます。わかる。なる。アドリブで何かをしたり、うん、臨機応変とか、うん、こんな感じ。安定より常に新しい経験を求める。うん、そうかも。確かに長さん根は結構さ外交的じゃん、うん、なんかあれしたいこれしたいとかあるくらいじゃない。そうでしたか。エンターテイナーでした。海散歩、海散歩って言います。買いました。もうさ、私から関心で。すごっ。もう面白いった感じ。うん、ちょっとタイミングにも、はい、うん、オレンジの方が、まあ、それか、薄いね。薄いのかな、ね、安いのかは分からん。なんか普通の気がしない。そう、普通の気が。どうすんの、これ薄そう、すごい。これさ、クッキーなのかな。すごい。うわー、すごい。これやばい。これドロドロやんけ。冷たい。美味しい？冷たい。え、ハーゲンダッツみたい。溶けてきた。手作り感がすごいね。うん。わ、かわいい。ね。ちゃんと果肉入ってるのいいね。うんうんうん、食べんの。ストロベリー、マスカルポーネ、わかんない。どんな、なんなの。チーズじゃないの。うん、おいしい。うん、チーズじゃない、うん、チーズと一緒。うん、うまっ。なんかおいしい。うんうん、確かにカップあったらいいね、うん、紙コップみたいな、うん、アイスがめっちゃ美味しくない。うん、あとボリュームがそう。え、これいくらだった。500円。うん、高くもないし。ですけど、でかい、うん、でかい、そう、うん、でかい。半熟だったらいくら。1000円かな。やっぱ倍じゃない、やっぱ。うん、1000円するよね。980円と、うん、するね。車内もすごい綺麗だからさ。え、本当に、うん、どうしようって。綺麗、うん、めっちゃ綺麗なんだけど。こんなさ、配送車の。え、だってめちゃくちゃ綺麗。本当に。どこが汚いの逆に。いや、でも気になる、いろいろ。髪の毛一本でもさ、そう言うじゃん。お母さん髪の毛一本で汚って言うからさ、すごい綺麗好きなんだよ ね。本当に言っちゃうんですか。私から見たらこれはむちゃくちゃ綺麗。マジで、うん、掃除したって言われて、うん、だよねっていうもん、これ。本当に、うん、ダメだ、私は。なんか油みたいについてもここも拭きたいし。
全然気にならないけど。首かしげられてるし。全然じゃん。ほこりって言ったって。顎にめっちゃつく。ね。申し訳ない。汚してしまうんじゃないか。あ、わかった。子供がいるからだ。あ、子供いるともうなんか汚いの基準がめちゃくちゃ下がる。もう指の間とか。ああ首の隙間とか髪の毛とか全部つくでしょ。もう洋服も中までもすごい。なんでここについてんのってこっちみたいな。たまに。そうなのよ、ね。基準が下がったっていうのもある。さっきのハーブ入りネズミ。やばいよね。え、どういうネズミになってんだろうね。粉々なのかな。でも猫が遊ぶネズミのおもちゃにハーブが入ってるってことじゃない。いないだろうか。予想ね、わかんない、うん、本当に食べ物かもしれないし。やばい、看板があったんでしょ。ね、ハーブ入り、ハーブ入りネズミ発売中みたいな。で、掃除機とかしてんの。うん、え、友達と出かけるとき言ってあげね。すご、普段はしないよ、うん、掃除好き。好きではないけど、うん、もう汚いのが無理だからしちゃう。嫌、うんうん、でも。なるほど、汚い方が嫌なんだ。パレスの家とかさ、うん、2年前か、ね、したばっかだから綺麗なわけよ。うーん、で見ちゃってるからさ、うん、なんかもう汚れていくところを見てるんじゃなくてさ、維持したくなっちゃうの、その現状。うん、掃除しちゃう、排水溝とかめっちゃこうやって、やっちゃうんだよね、私。うご、洗ってあげるみたいな。いや、なんか洗っちゃうんだよね。なんかギトギトなのとか見ると、うん、嫌だって。床も雑巾かけってか。学校じゃん。マジでそうだよ。え？でも足でね。黒いカスが1個落ちてたらもうすぐ掃除できる。やっちゃうの。すごっ。羨ましい。あ、いいよ、気にしないで。でも意外に落とさないで食べるだから。ストロベリーいいかも、結構、うん、おすすめ。結局海行かなかったんですけど、うん、行かなかったの。散歩しようと思って。そう、ちょっと遠かったし、ちょっと汚かった。海がすごい大丈夫でした。こちらが大丈夫でした。帰りながら横浜行ったりして楽しみたいと思います。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とボタンコメントしたらお願いします。